16歳です。2月からニュージーランドに3年間留学します。将来的に三菱伊藤忠などの総合商社に入りたいと考えています。その場合、日本の大学、かっこ総計と、海外の大学、さっと1200レベルのどちらが有利ですか？海外勤務したいです。また有利な学校教えてください。海外に行った方がいいと思います。その学校がどこかとかっていうより、総合商社って、多分英語喋れないと、もう取らないと思うんですよね。要はその、体育会系でめちゃめちゃ優秀ですとかでやれば、まあ取る可能性あるんですけど、でも結局その商社って、日本以外の国とどう交渉していくかっていうので、お金を稼いでいくところがほとんどなので、なのでその海外経験ありますとか、その海外にこういうコネクションありますとか、海外生活したことあるので英語も全然できますとか、まあ別に英語じゃなくてもいいんですけど、インドネシア語できますとか、で、その外国語できますっていう方が、よっぽど有利だったりするので、で、まだ16歳で高校生だと思うので、なので、まあ、どういう大学に行くかっていうのと、要は海外の大学に行くためにやる勉強と、日本の大学に行くためにやる勉強って、そこまで変わんないんですよね。要は日本の大学って、英語の比率が結構多かったりするので、私立の場合だと、英語で200点、国語で200点、で、社会は100点みたいな、割と英語比率多めだったりするので、なので、ひとまず英語に関しては、高得点取れるよっていう状態に持ってって、で、トフルを受けつつ、日本の大学も一応滑り止めで受けるぐらいにするみたいなのもいいんじゃないでしょうか。